一石ナの木の切断面。中心の暗い円状部分が髄である。庭床の大きく硬い髄。その外側の木部が見られるよう、斜め方向に切断したところ。目盛りはミリメートル。髄は、イカンタバ植物に見られる構成要素である。これは、柔らかい海面上柔ら細胞からなり、新生草子葉類の茎の中心、および、単脂肪植物の根の中心に位置する。 木部によって臨場に囲まれ、さらにその外は支部によって囲まれる。植物によっては硬質な髄を持つものもあるが、ほとんどの植物では軟質である。クルミなど2、3の植物の髄は、多数の小さな空洞からなる独特な仕切り構造を持つ。ピスという英語は小英語のペトから来ている。これは、構成要素という意味で、中世オランダ語で、 果物のくぼみを意味するピットと同源である。カタソリスとカウンセルは髄について多くの優れた著作を出している。髄の直径は硬質な髄ならば約0.5ミ、mm、リメートルから6から8ミリメートルである。新しい若枝のまさに成長中の髄は一般に白か薄茶色であり、通常は年を経て黒ずんでくる。樹木の場合、髄は順に年輪で囲まれていく。 これはほとんど目立たない場合もあるが、常に、樹幹や枝の中心で見られる。髄の外縁で、他の部分と異なる細胞が発達する植物もある。この細胞層を、髄幹と呼ぶ。この種の植物の例としては、生意キズタが挙げられる。豆科およびその近縁の植物の髄は、ピスヘルメットの材料として使われる。サゴヤシのようないくつかの植物の髄は、 人間の食用になる。ありがとうございます。